よいしょ、よいしょ、よいしょ、やった、楽しいな、もう一回やろう、よいしょ、よいしょ、えいっ、服部くん、あ、風森こっち、こんにちは、こんにちは。この間の飛び箱で遊んでるの？うん、飛び箱すごく好きになってもう怖くないんだ。そっか、じゃあ今日は高い飛び箱を上手に開脚飛び越しで飛べる方法を教えてあげるから一緒に頑張って練習してみよう。よし、今日も頑張るぞ。頑張る頑張る、マッスルマッスル、ヘイヘイ。はい、じゃあ服部くん、最初に準備体操を軽くやろうね。はい、お願いします。はい、じゃあまず手パッチンして、はい、手首ぐるぐる回しましょう。ぐる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 。よし、じゃあ次は足をパーに広げましょう。さあ、どこまで広げられるか。どん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 足を開いていくぞ。痛い。手はついてもいいから、お尻はつかないように。よいしょ。もっともっと、もっと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 。やばい。足がちぎれちゃう。5、我慢して。1、2、3、4、5。ああ、はい、上手にできました。痛かった。よし、これぐらい今日もね、足をパーに広げて開脚跳びができるといいね。はい。はい。じゃあこっちに来て。はい。じゃあまず最初はこの間のカエル乗りのおさらいをしよう。手は真ん中の一番前についてゲロッと跳び箱の上に乗ってゲロッと飛び降りよう。さあやってみよう。はい、これはこの間やったからできるかな。手をついて、せーの、ゲロッ、ゲロッ。そうだね、とっても上手だね。やった。じゃあ今度は服部くん、3段の開脚飛び越しをするんだけど、高い飛び箱を飛ぶにはこのジャンプ台みたいなロイター板って言うんだけど、このロイター板をうまく使えないと高いのは飛べないんだよ。まずね、3段で上手にロイター板を使って飛ぶ練習をするから頑張って練習してみよう。はーい。じゃあまずロイター板の後ろに立って足をチョキにしよう。そして飛び箱の前で両足揃えて開脚跳びをする。じゃあまずやってみるね。はい。足チョキ、せーの。こういう風に足を揃えてドンと音を鳴らすような感じで跳べるといいね。はい、よし、僕もチャレンジするぞ。いきます。これは。じゃあ服部くん、今ねロイター板で両足揃えて踏み切れてたんだけど、足でドンって音が鳴るように飛ぶとお尻が飛び箱の上に乗らなくなるから、じゃあ金森コーチが最初はドンっていう掛け声をするから、その掛け声に合わせて足で大きな音をドンと鳴らして飛んでみよう。はい、
よし、頑張るぞ。頑張るぞ。いくよ。最初はドン。すごい。やったー、食べたー。上手だったぞ。気持ちいい。服部くん、さっきの3段とっても上手だったね。じゃあ今度はもう1段高い4段に挑戦してみよう。4段はさっきよりも後ろから走ってきて踏み切らないとダメだから、またさっきみたいに金森コーチが最初はドンっていう掛け声をしてあげるから、その合図に合わせて4段クリア目指して頑張って飛んでみよう。はい、じゃあやってみよう。よし、いきます。最初はドン。怖いな。服部くん、これで諦めちゃダメだぞ。金森コーチ、あの青い空を見てごらん。カモメたちが楽しそうに飛んでるだろ。服部くんもあのカモメのように大きく羽ばたくんだ。逃げちゃダメだ、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 逃げちゃダメだ。僕の足動いてよ。絶対飛ぶぞ。やります。僕がやります。服部くんならやればできる。服部くん、絶対飛べるからな。絶対飛んでやる。強い気持ちを持って頑張っていくぞ。はい、じゃあ行ってみよう。行きます。最初はえい。よっしゃー、やったー、やっと飛べたな。やったー、上手だったぞ。はい、じゃあ服部くん、今日は4段の開脚飛び越し、とっても上手に飛ぶことができたけど、どうだった？うん、すっごく楽しかった。じゃあ今度は幼稚園でね、5段にも挑戦してみてね。はい、みんなも跳び箱飛ぶときはとっても怖いなって思うときがあるかもしれないけど、強い気持ちを持って高い段が飛べるように頑張って練習してみよう。じゃあみんなも幼稚園保育園で跳び箱にチャレンジしてみよう。以上 JPC チャンネルでした。さようなら。このチャンネルでは子どもたちの運動に対する悩みをどんどん解決していきます。悩み、相談など何でも結構です。ぜひコメント欄に書いていただいたら動画にしていきたいと思います。今後も定期的に発信していきますので、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。以上 JPG チャンネルでした。さようなら。